こんにちは、名古屋大須のアビシルバーズです。今日はですね、ご紹介したいのはこのワニの部位についてご紹介したいと思います。こちらはですね、腹割りですね、ボーンタイプになります。こちらの方は背中を前面に使ったタイプですね。スレイヤークロコダイルはどちらかというと、こちらの方が人気があるので、まずはこちらの背中の方を使ったですね、財布についてご紹介していきたいと思います。まずはこちらですね。で、こちらのまずはこのクラウンの方ですね。クロコダイルはこんだけ大きくてもここにしかこの模様がないのでクラウンと呼ばれていて、この皮の部位の中では一番高額になっています。こちらの方が頭の方になって、こちらに行くほどこう尻尾になっています。で、スレイヤークロコダイルはこの腹割りと言われるこちらを使った方が人気があるので、こちらの方を説明していきたいと思います。まずはこのクラウン部なんですけれども、このクラウンの部分は、今 1,2,3,4,5,6 6個並んでるんですけれども、こちらの方が、そうですね、平均的にとても美しいと言われているものになります。ただですね、これ全部が全部この1,2,3,4,5,6 6個あるわけじゃなくて、4つだったりとかですね、8個だったりとか、いろいろな数があります。で、スレイヤークロコダイルは基本的に 1,2,3,4,5,6 こちらの6つのですね、綺麗なあのクラウンをいつも使用しています。財布になるとこういった形になりますね。なのでこちらの財布はまあこのようにこう取るんですけれども、ちょうどですね。なので、1枚側で使っているものはクラウンの横はすべてこういう模様になっています。なぜかというと、こう見ていただくと、このクラウン部の横はこの丸符ですね、ちょっとこう大きな丸符になるんですけれども、ちょっとこうタッチがある1枚側だとこういうような風になりますね。で、財布になるとこのような真ん中にドンとこの模様がついたインパクトのある財布になります。で、次は背中のこのボーンのところですね。かなりこう硬い感じになっています。で、平均的にここの横がだいたい50センチから、そうですね、40センチから50センチですと、だいたい3枚ぐらいで、3個ぐらいですかね、財布ができる感じになっています。そして次は背中の部分の説明に移りたいと思います。こちらがクラウンの方ですね、になります。で、次はこちらですね、ボーンの部分になります。骨の部分の説明ですね。で、よく見ていただくと分かるんですけれども、最初のうちはこのようなちょっとこう寝た感じの骨なんですけど、後ろになるにつれてだん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 こう盛り上がって、こちらの立ちの部分が少しずつ大きくなっているのが分かるでしょうか。なので、こちらの背中の方を財布にするとこのような財布になりますね。前面にこのような大きなボーンですね、こういう感じでなっています。で、よく見ていただくと、こうよく見ていただくと分かるんですけれども、あの向きがありまして、こういうふうにこう後ろの方にこうちょっと高くなっているのが分かるでしょうか。こういう感じですね。こういうふうに、これはこちらの方が前で、こちらの方が後ろ、まあ、尻尾の方に近いっていうことになるんですけれども、なのでこちらのお財布はこのような感じで、こうこのようなこの部分から取られているということが分かりますね。こうこの部分とこの部分がとてもよく似ているので、あと見ていただくと分かるんですけれども、このここは
ちょっとこう真ん中の硬い骨の部分なんですけれども、この脇に行くにつれてこのようなちょっと丸いタイプが見えます。なのでちょうどこちらはこの部分を使って作られています。であとはよくわかりやすいのはこちらの財布ですね。こちらの財布、裏がお腹の方、表がちょっと骨のあるウォレット。これはですね、見ていただくとわかるようにこの部分ですね、この部分が使われています。で中を開けるとまあこういういう感じですかね。このような感じで使われているので、まあこちらのサイドとこちらのサイドで両方骨とこのお腹と両方楽しめる財布になっています。結構このカットは珍しいですね。でこういう風に使うことによって、まあ、余すことなくワニを使うことができるので、こういうタイプも作成しています。で、ワニのこの背中の部分なんですけれども、こちらの方から丸くカーブを描いてこう下がってきてる感じになりますね。で上の方は少しこういった感じで、まあ低めっていうんですかね、ちょっとこう低い感じに、こういった感じで低い感じになっていて、後ろになるにつれてどんどんこう高さが出てくるので、皆様そのワニの部位によっていろいろなこう楽しみ方ができるので、それもクロコダイルのワニの楽しみ方の一つじゃないかなと思います。今まではこの背中までの説明をさせていただきました。次はこの部分ですね。ちょうど両足が入っているこのちょっとこうボコボコからもっともっと立ち上がるところの部分ですね。この部分だとこういった財布が出来上がりますね。この部分分かりますかね。この部分がちょうどこう後ろ足のですね、このポコッとした部分がちょうどこの部分になりますね。この部分が見えるようなちょっとこう面白い財布になりますね。なので少しこうがポコッとした感じになっているのが分かるでしょうか。でこれも見ていただくとちょっとこうまっすぐからこうボコッとしたような感じですね。だんだんこう立ちが大きくなる、これは、尻尾に向かっている部位になりますね。ちょうど、こちらの皮でご説明させていただくとちょうどこれですね。ここのだんだん背中の部分の方からずっとこうやってこの上に少しこう立ちがあるタイプになっています。で最後は尻尾部分最後はですね尻尾部分になりますね。尻尾はですねだんだんこう 1,2,3,4 4つあったこのものがだんだんこうなってきてこう2つに最終的にはなるんですけれども、こういう感じですね。でこれを、財布にするとこのような感じになりますね。こうちょうどこの 1,2,3,4 こちらの方からだんだんこう小さくなって2個になる部分を使われていますので、ちょうどこの部分を使っていますね。こういう感じになっていますね。ちょうどこの部分になります。やはりこうクロコダイルの面白さっていうのはこういう部位がこういろいろ選べるのがやはり面白いんじゃないかなと思います。なのでこう言って、後ろの骨の部分ですね、尻尾の方を使うとこういうタイプの財布が出てきますし、で足の部分を使えばこのような感じのちょっとこの面白いような模様が出てきますし、まあ、背中を使えばこう前面にこう背中をこう使った
ボコボコ感が出る財布もできますし、あとはまあクラウンですね。このようなクラウンのウォレットで、もちろんですね、あの財布の機能性も選べるので、このようにこうコンチョがついたタイプ、バイカーウォレットですね、がご希望の場合はこちらでも作ることができますし、クラウン部でこのような財布にも作ることができます。なので部位も選べて、あとは財布の形とかですね、あと色とかそういうものも選べますので、それがクロコダイルのバックボーンの、作る楽しみなんじゃないかなと思います。こちらがちなみにクラウンですね。このままぐるっとこうこのような感じになりますね。でこのスレイヤークロコダイルは全てこう1枚革で作っていますので、全てこの革を見ていただくと分かるんですけれども、こちらの横みたいなこの部が出ると1枚革であるということになります。ではどうして1枚革を押すかというと、どうしてもですね、こう使っていくと貼り合わせのクロコダイルですと、どうしてもそこがボンドでつけることになりますので、使っていくうちにそちらからボンドが取れてきたりめくれたりっていうことがあるので、なのでできるだけ1枚革がいいんじゃないかなとスレイヤーは考えています。ただ知って購入するのと知らないで購入するのではかなり違うので、貼り合わせであるということを知っているか、1枚革であるということを知っているかっていうのにもなりますので、1枚革でないとこう使っていくと、そこからボンドがどんどん剥がれてきて、そちらがめくれてくるという原因にもなりますので、スレイヤーは全て1枚革で生産されています。なので、購入されるときによく調べて購入していただいた方がいいかなと考えております。でこちらは尻尾バージョンになりますね。で、背中バージョンはこういった形ですね。で財布の方の形は全然選べますので、この1枚側の部位ですね、そちらの方も選んでいただけます。中はこういうタイプになっていますね。でスレイヤーは基本このようにこちらとこちらが本物の革で、あとはこの中の方は、型押しですね、クロコダイルの型押しが使われております。で背中の部分はですね、で足の部分を使った時はこういう感じになります。なのでこういう部位も面白いんじゃないかなと思うので、いろんな部位を見ていただいて自分の好きな部位を選んでいただくのも、クロコダイルの財布の楽しみなんじゃないかなと思います。でこちらがクラウンですね。このような感じでくるっとですねなるので、こちらから取って、この山の部分ですね、これがここになります。なので、お好きな部分、お好きな部位を使ってお好きな形で、お好きな部位を使ってお好きな形の財布を作ることができるので、世界に一つの素敵な財布を作っていただけたらなと思います。ホームページの方は YouTube の、 下のプロフィール欄の方に書いてありますので、そちらの方から LINE とかあとインスタとかでもやっておりますので、そちらの方でリンクで拾っていただけたらなと思います。ではよろしくお願いいたします。